こんにちは、柴田です。今回はあのピックアップのメーカーセイモア・ダンカンのストラトタイプをレビューいたします。非常に珍しいですよね。セイモア・ダンカンといえば、まあもちろん皆さんご存知のピックアップのブランドなんですけれども、実はギターも出していて、しかもですね、このストラトなんと国産です。そう、メイドインジャパン。どこが作っているかというと、あの ESP なんですよ。これね、めっちゃ意外だったので面白いなというところで、今回千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。ダンカンがストラト出してるっていうのも僕知らなかったんですけど、しかもね、それが ESP がね作っているっていうのはなかなかのね驚きでしたね。スペックは非常に優秀で、圧縮のボディになかなかね硬いメイプル、そして非常に握りやすい若干 V になっているシェイプです。塗装も薄めで、うっすらねこう木目が見えているところも非常にかっこいいですね。塗装のね欠けがあるんですけれども、こういったところがねまた逆にいい感じになってきております。でブリッジのサドルにはですね、ちゃんとダンカンと刻印されていて、すべてがオリジナルのパーツになっております。しかもねピックガードがねもう一個ついているみたいで、べっ甲柄がねつくみたいです。でペグはクルーソンタイプ、ちょっとオールド気味なね感じの色合いが非常にいいクルーソンタイプになっております。でダンカンということで、もちろんねピックアップはダンカンのものが載っているんですけれども、もうザ王道というですね SSL-1、 レッチリのねジョン・フルシアンテが使っていることでも非常に有名な、ヴィンテージサウンドを出すならこれだろうという感じのピックアップになっております。ジョン・フルシアンテに関しては、もともとついていたオールドのピックアップを SSL-1 に変えるくらい、ご本人ね超お気に入りのピックアップらしいですよ。アッシュボディにメイプル V ネック、そしてSSL-1 が3つ乗っかっているというところでね、もうまさにねヴィンテージサウンドバリバリな感じのストラトになっております。ではねちょっと音鳴らしていきましょうか。ナットの幅はね 42mm で普通な感じなんですけれども、 V になっているんでね非常にね握りやすいです。生音です。リア、センター、ハーフトーン鳴らしましょうね。パワーがねあるわけじゃないんですけれども、一音一音ね粒揃いが非常にしっかりして、もうザ・ストラトというふうな感じですね。ではアンプのシミュレーター入れてみましょうかね。フェンダーからちょっと鳴らしてみます。これセンターは好きですね。なんかソフトな感じ。じゃあマーシャルの1959。いいですね。これフロントで。
ょっと原因を挙げてみましょうかね。感じのサウンドになっております。非常にヴィンテージライクなオーソドックスなストラトキャスターと、ちょっとフェンダーからひねりをね入れたい人とかにはね非常におすすめなセイモアダンカンのストラトキャスターになっております。結構ね使い込まれてるんですけれども、フレットはねしっかり残っていて大きめにねなっているから、これはね打ち替えてるかもしれないですね。もう即戦力で長く使っていける、でこっからねまた経年の劣化も楽しめるような一本になっております。ちょっと気になる方はデジマート、千葉管楽器のデジマートチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。